バルディッシュクロムフォードの住人たちは1999年7月22日にプレイステーション用としてイマジニアから発売されたゲームソフト。ジャンルはダンジョン RPG。トルネコの大冒険不思議のダンジョンなどと同タイプのダンジョン RPG。キャラクターデザインはスウェゼンが担当。冒険は主人公一人で行う。共に戦う仲間は存在しない。 一度男女にを脱出しても、主人公のレベルや能力は継続される。平和な時代。スリルを求める冒険者たちは、世界最古の遺産が眠るという、イギス島の街、クロムフォードに集まるようになった。ここには誰もその全貌を知らない、最も深き迷宮というものがあるのだ。プレイヤーの分身である、主人公もまた、この島を訪れた。その目的は、プレイする。 あなた次第、以下のダンジョンは、クリア後も何度でも入ることができる。入れる順番は決まっており、各ダンジョンの最下層にいるボスを倒すと、次のダンジョンの扉が開くという寸法である。3つの種族の中から選び、性別を決め、名前をつける。19歳のキリコから、子供扱いされているので、未成年と思われる。種族の設定、特徴は、以下の通り。 主人公に何らかの依頼を持ちかけてくるキャラクターたちで、すべて女性。各キャラの依頼をすべて受けたかどうかで、迎えるエンディングは変化する。闘技場で年に2回行われる、格闘大会、メガバトルの対戦相手たち。全員、顔アップのグラフィックが用意されている。ありがとうございます。